はい、どうも、ヘマラチャンネルです。さあ、今日なんですけども。はい、今日なんですけど。バーチャルグランプリ、上海ラウンド行われまして、我々も先週ワイドナショーの中で予想しましたけども、予想しましたよ。お答え合わせをしないといけませんね。まあまあ、久しぶりの太郎ノートだったわけですけど、炸裂したのかしてないのか、確認していきたいと思います。ああ、そうですね。まあ、バーチャルグランプリの方はね、もう F1 公式サイト、YouTube チャンネルに上がってますので、皆さん。ノーカットバージョンもありますし、ハイライトバージョンもありますので、そちらで確認していただければと思いますけど、まあまあ、もう皆さんね、確認してね、まあまあ、見出しだけ見て、またあいつ空気弱かったんかという、もうそれでも開かなかった人も多分いると思うんですよ。ああ、確かに確かに。はいはいっていう、太郎かけよと。あそこまで書いとって、なんでもう一文字書かなかったんやと。ああ、確かにね。っていうぐらい、大人げなく空気読んでないです。はい。というわけで、まあまあ、上海ラウンドの、バーチャルグランプリ、はい、まあ、レースの展開としてはですね、で先に我々がまずアルボンの予想をしたんですよ。うん、アルボンね。我々アルボン、はい、6位、8位。はい、6位、8位。微妙。ボンちゃんは2位。ああ、2位。ああ、頑張ったね。はい、まあ、太郎ノートによると、ボンちゃんは上位争いに全く絡めないっていう話で、で、現役の中で最下位。うん、1人だけ前に行かせてあげるって言ったんで、一つも当たってないっていう。全部逆に行ってるっていうところではありますよね。ああ、そうね。それで言うと本当にトップ争いもしてましたから。まあ、リバースで考えたらね。まあまあ、だからそういう意味では、太郎の音炸裂ということで、逆炸裂で、ボンちゃんの場合は。こそりやったんだね、絶対ね。ね、絶対やってます。ね、絶対やってます。めちゃめちゃやってます。へへへとか言いながら、家でもう、くぅ。公式チャンネルの方は、普通にこう外からの絵しか映ってないんですけど、レッドブルの方は毎回そのダイジェストをレッドブル視点でまとめてあって、レッドブルのチャンネルの方で見ていただくと、その映像を見れるんですけど、そっちは、ボンちゃん その顔の映像も映ってるんだ。映ってる、ワイプで映ってるんで。なるほど。じゃあもういつものボンちゃんじゃない。いつものボンちゃんじゃない、すごい真面目な顔でずっとやってて、たまにヘラヘラってしてるところが映ってるんで、まあ、それはそれでいいと。あんな真面目なボンちゃんの顔があんま見たことないです、ね。だから多分レースの時のヘルメットの中はあの顔なんですよ。じゃないと思います。ヘルメットの中はこうなんですよ。多分そう、ブラジルでぶつけられた時だけあの顔だったと思います、ね。ああ、なるほどなるほど。危ないよーみたいな。あれ、気づいたら動いているよーって感じだと思います、普段は。なるほどなるほど。じゃあちょっと覚醒するかもね、このレバーチャル。まあまあ、そうですね。だってトップ争いしてるわけですから、ね。今回だってトップ走ったわけですからね。一足先にトップで走って表彰台乗っちゃったっていうね。本当見事なもんでしたよ。はい、まあまあ、そういう意味で、ボンちゃんの予想は、太郎の炸裂ということで、1ポイント目、1ポイント目、ピロピロピロン、はい、で、優勝予想は、はい、僕はノリスに勝ってもらいたいけど、ジョー・グァンユー地元優勝っていう人なんですよね。で、太郎さんはルールルルールってここまでルールで引っ張っておきながら、はい、はい、ルイロットルル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 ルが、あと1個、あと1文字ルーがもう1個あったら、あ、そうだね、こんな空気読まないことになってなかったのに。それで言うとアイロット、スタートした瞬間に最下位にいました。来たーと。そうか、炸裂したんだ。来たーっていう感じでしたよね、スタートした瞬間に。ごめん、アイロット1コーナーでこう、うわわわわって隊列来たの中にいなかったんですよね、赤い車。だから僕も危なかった。ノリスって言ってたら、ノリスまたトラブルでスタートできてないから。ああ、そうなの。何トラブル、ゲームで何のトラブルが起こるの。通信でしょうね、おそらく。ああ、通信環境、回線環境繋がってないと。なるほど。多分自宅イギリスなんで、イギリスの方になるから回線ダメなんですよ。で、多分夜とかになるとみんな周りにね、インターネットとかネットフリックスとか見ちゃうから、繋がんねえみたいになっちゃうのね。ちょっとマクラーレンさん、ノリスのお家の回線をグレードアップしてあげてください。そうだね。なんかそういうね、中継装置持ってってね。まだなんか1回もレースちゃんとできてないです。開幕戦初めてバーレーンかなんかでやった時も、あれ、スタートできない、スタートできないって言って、なんか最後の方からスタートしたんですよ、ね。でも、ノリス選手はめちゃめちゃゲーマーなんでしょ。いや、ちゃんと走ったら走ればめっちゃ速いはずなんだよね。でも1回もちゃんと走ってない。今までは自宅でやってなかったってこと？スイッチとかで、そのユーザー同士のストリーミングみたいなのやってるけど、ああいうなんか
20人集まってみたいなことはやってないんですよね。かもしくはノリス選手のコンピューターと F1 2019の相性が悪い。悪いか。なるほどね。か太郎ノートに実はノリスって書かれてた。ああ、どっかにね。まあ何百回でノリス応援してますからね。なるほど。うん、なるほど。確かにね。確かにね。はい。まあそんなこんなだったんですけど、うん、まあ私ジョーグアンユー選手優勝予想しましたけど、うん、あれは3位ね。3位表彰台。ね、これだから1勝かつ3位表彰台。連続表彰台。はい。はい、じゃあ今ランキングトップ、あ、違う、ランキングトップはルルルだ。そう、連続じゃないですよ。1戦目と3戦目表彰台。まあでも追い上げてバンドールン選手を抜いて、ぶち抜いて3位表彰台ですから、うん、あ、そうなんだ。結構活躍したと思いますよ。あ、まあそこはもう行ったろでって言ったんだろうね。多分ね、気合い入ってましたね、うんうん、ワンチャンだからちょっとフェラーリとレッドブルは車速いんじゃないかっていうちょっと気がしましたけどね。あー、なるほど。F1 ドライバーが勝つ方が絵的にはいいだろうということで、うん、っていうぐらいあの2人だけ異常に速かったんですよね。あ、そういうこと、そういうこと。ペースがね、うん、まあだいぶこそれんしてると思いますけど、あの2人、ね、やって絶対やってるよね。特にルルルは絶対やってますよ。ルルル絶対やってるよ、ね、恐ろしいほどやってますよ。異常にやってると思いますっていうことがですね、まずね予選も、うん、ルクレールポールポジション、うん、だからもうゲーマー走りをしてるんだろうね多分。あ、そうです、もう完全にそうです ね完全にね、うん、もうそっちにバーッとちゃんと、ね、もうとにかくその追求する度合いが半端ない人たちだから、もちろん F1 の走り方 は走り方であるけど、うん、あのゲームの中で速く走るにはどうしたらいい か、どこを、はみ出て走ったらいいかっていうのも全部分かってます。だから上位の人たちは例えば上海でいうと10コーナーってこう低速からガーって曲がりながら全開で走っていくところ、短いストレートあるんですけど、あそこなんか普通にはみ出て走ってますよ ね、 あ、なるほどね。とか最終コーナーもはみ出て走ってる、はい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 、予選だとあそこはみ出るともうタイム無効ってなるんですけど、あれ決勝中は決勝は、ね、何回かは大丈夫なんで。あ、そうなんだ。だから1周目とか後ろとのギャップを広げたい1周は間違いなくみんな同じように同じラインではみ出てるから。あ、なるほど、なるほど。だからこいつら頭いいなってやっぱり、あ、うん、もう分かってるわけね、どうすればいいか。どこまでぶつけても大丈夫かもちゃんと分かってるから、あ、すごいなと思います。そこはやっぱりあの勝負、ある意味勝負にこだわってる。あ、なるほど、なるほど。いや、はみ出ちゃったじゃなくてこうやったら一番早いっていうのをもうすでに掴んでるっていう意味ではやっぱりこの人たち異常だなと思いますよ ね、うん、で予選2位はラッセルなんですけど、ペナルティーがありまして、まあ、はみ出たんですね。なのでアルボンちゃんが2位と2番グリッド、うんうんうん、で、予選4位だったのがジョー・グアンユで、まあ、3番グリッドになったということで、うんうん、タローノートに書かれたアイロット選手は12位ということで、うん、残念。この時点ですでにノートは当たっているということですね。なるほど、なるほど。同じチームなのに、1位と12位ということですね。なるほどね、はい、うん、で、スタートでもそのままなぜか気づかないうちに最下位まで落ちているという1コーナーまでに何があったって映ってもないっていう。へえ、うん、まあ太郎ノートのミステリーですね。ちょっと、ね、それ話聞いてみないといけない。な、ね、何があったんですかってね。焼きそば食べてたらしぐらで見ようとしたんだよってそんなこともありました。で、スタートはルクレールが、リードして、うん、そのまま大人気なくリードして、はい、まあボンちゃんが追いかけたんですけど、うん、でテールトゥーノーズ結構してたんですよね。そうなんだ、うん、だから序盤は結構見どころがあって、うん、最初もうルクレールが一周目、しかもスタートがすごくスタートダッシュ良くて、うんうん、急にわーって差が開いたんですけど、だから これまた やりやがったなと思ったけどすぐボンちゃん追いついてこの2台だけが最初バトルしてたんですよね。で、4周目にアルボンが先にピットインした。おー、コース上で抜けなかったんで、うん、実際のレースと同じようにアンダーカット仕掛けた、うん、ソフトからミディアムに交換するということで、うん、4周目にピットイン、うん、まあ、その後、グティエレスとかジョビナッチ・ラティフィも同じ順に入ってるんですけど、これを見てあの実況ではまだ早すぎるねみたいなこと言ってました、うんうんうん、あとルクレールはあと 2,3 周引っ張るんじゃないのみたいなこと言ってましたけど、うん、まあ当然アンダーカット仕掛けてきて分かってるから、うんうんうん、ルクレールも次の周ピットインしました。へー、これを見た他の人たちももうほぼ全て5周目にピットインしました、うん、でルクレールはアルボンより1周後に入ったわけですけど、うん、なんとアルボンが見事にアンダーカット成功してルクレールがコース戻ったら 0.8 秒後ろみたいな、すごい、うん、ここまで本当に普通の普段のレースみたいな感じで、うんうん、でしかもここから、ルクレールがアルボンをこう後ろからつつくんですけど、うん、なかなかボンちゃんも行かせず、なるほど、結構真剣な顔をしてレースしてました、うん、でここから本当テールトゥーノーズのバトルが繰り広げられて、うん、ようやく11周目の1コーナーで、うん、ルクレールが DRS 使ってイン飛び込んで、うん、まあ、半分当てながら抜いていくっていうでも そこでもボンちゃんはまだ諦めずにまた2コーナー3コーナーでサイドバイサイドになったりとか、うんうんうん、ってこういうところとか、うん、でその後もまあ結構何回か次のバックストレートまだチャンスあるよってチームの方から言われて狙っていったりとか、結構いいバトルはしてました。だから本当にあそこだけ見た人は普段のレースと変わらない、うん、
全然そのゲームっていう感じじゃなかったですよ。本当になんか普通のレースとか戦略とかバトルっていうところでちゃんと楽しめる内容になってたと思いますね、うんまあ、最終的にはそれでルクレールが抜いて、まあ最後までこういう感じでしたけど、うんまあ、ルクレールが優勝、うん、で2位アルボンって、まあ、ちょっとこの2人だけがだから飛び抜けてたねっていう感じだったんですよ。やっぱコソ練してる2人だけがもう行っちゃったってことね。ジョグアンユ選手もスタ、うん、あのピットインで、まあ、バンドールに抜かれて、うん、でしばらく走った後に抜き返して、うん3位取り返して3位表彰台だった、もしだから彼が最初から前にいたら、うんうん、ストヘルンに抜かれてなかったらもしかするとこのトップ2台の争いに食いついてきたかもしれないけど、まあ、それはちょっと見たかったなという気はしますけど、うんまあ、そういう感じでしたね。なるほど。じゃあもう回を追うごとにレベルが上がってるってことね。いやそうです ねだからチーム その戦い方みたいなものもちゃんとなんかしてきてるし本当 F1 のレースしてましたね。で4位がラッセル、5位バンドール、6位グティエレス、7位デルトラス、うん、っていう感じで、まあ、ほぼ現役の F1 ドライバーがやっぱ上位に来てるんですよね。でなんかそのゲストで来てる人とか、 なんか中途半端な人、まあ、F3 アジアしか乗ったことない人とかは下の方にいるっていうことで、まあ8位があのアルファタオリで今回乗ってたあのリアム・ローソン9位ディナ・テフィ、10位サインツっていう感じで、 なぜかジョビナッチ選手は、うんレース中盤ぐらいに急にいなくなりましたね。上位に走ってたんですけど、ああそうお腹痛い、あれあれあれみたいな結局それもあの結局なんかの通信のトラブルっぽいから何が起きたかやっぱフォローしきれてないんですけど、うんあまあ、そんな感じでした。でノリスはやっぱりスタートできずということで、ジョビナッチとノリスの書きました、書いてない、うん、もしかしたらちょっと炙ったら出てるかもしれないレモン汁で書いたかな今時レモン汁いやまあそんな感じで、なかなか見応えのあるレースだったと思いますよ。なるほどなるほど。だからあれじゃない、今はそのやってる人たちが自分でよしピット入るぞってボタン操作とかして入ってるわけでしょ。まあでもやっぱり周りの流れとか当然そのアンダーカット仕掛けるとかって分かってるからやってるし、うん、なんかねレッドブルのそのハイライトを見ると、うん、チームからなんか指示が飛んでアルボンに、あれちょっとリアルチームのスタッフがってこと、リアルなのか一緒にやってる人なのか分かんないけど、うんまあ、誰かが喋ってて次のバックストレートでまだいけるよとかそういう指示は出てるから、うん、ここで入るっていうのは多分そういうなんか指示出す人がいるんだと思うんですよね、うん、なんだっけ、実際のレースで戦略立てる人なんていうんだっけ、ストラテジスト、まあ、そのストなんかフェラーリなんかはストラテジストをやったら負けます、うん、だからあの勉強しろとですね、今回それで言うとですね、うんルクレールのチームメイトのアイロット選手、うん書かれましたよね、うんはいはいルクレールが5周目に入りました、はいなのでアイロット選手6周目まで引っ張ったんですが、うんうんうん引っ張ったところピットアウトしたらまた19位まで下がります戦略で完全にやってます。あなるほど最高尾まで落ちてます、うん、せっかく12位ぐらいまで追い上げしたのに、うん、また最高尾まで落ちて、でそこからは追い上げて、まあ、最後また12位っていうなんかすごい中途半端 なるほど、ね、タローノート この制限が、うん、バジェットキャップがかかっちゃって12位までしかいけなくなって、そのストラディストの戦いもなんかそのバーチャルでねの中でやったら面白いんじゃないのかなと思って、はいはい、そうですね、そうするとそこの回線も繋がなきゃいけなくなっちゃいますね、まあまあちょっとこの顔、まあ、ちょっとバージョンアップしてね、うん、あとはクリスチャン・ホーナーの足元とか貧乏ゆすりしてるやつとか、うん、あいいんじゃないんじゃないちょっとトトウルフのこれもそうそうそうこれもこれもやんなきゃいけないから伸びた君ガビラもそう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 まあ、まあ、なんかそういうふうにこう広がっていけば、だからまあ、ね、ルルル選手はチームがいなければ勝てるってことが分かってる、そうだねうん、そこもリアルなんですね、うん、チームが余計なことしなかったら勝てるっていうのは分かってる、だから全部俺が決めるってやればいいんじゃん、そうそう、まあそれで何回か去年もうまくいってるし入んないの入るよっつって、じゃあ入るっつって入ってたから、だからルルル選手のその横でそのフェラーリのストラディストが正座してればいいって、はい、正座しながらメモ取って勉強してるっていう5周目で入るアンダーカットされるも何周目で抜き返すその人にレポート書いてもらえばいいレースレポート分かってねえよお前間違ってるよみたいな、もういいんじゃないそれでこう レースレポートリリースがよくなる、レッドブル版とフェラーリ版が全然違うっていういやそれは結構いいかもしれないです ねなんかそういう、うん、楽しみをこう増やすっていうね、まあ、っていうぐらい本当にレースをちゃんとレースとして見れる内容になってたんで、うん、結構おすすめです、まあ、もちろん実況がね英語だったりとか、うんまあ、カメラワークあんま良くないって正直その今回も、うんトップ入れ替わった瞬間、うん、ルクレールがアルボを抜き返した瞬間は、うん
正直映ってなかったわけですよ。で結局でカメラの切り替え誰かできるの、放送してる人が、要するに感染者っていう人がスイッチングするんですけど、結局その時にピエトロ・フィッテパルディの14位争いのしょうもないところを映してたんで、うん、ああなるほどね、入れ替わってるのに気づかず、見てる人もいっぱいモニターを並べなきゃいけなくなっちゃうってことね、うん、みんなはそれしか見れない、その人が選んだやつしか見れないんですよ。ああそういうことね、だから、まあ、もちろん僕はアルボンの映像だけが見たいんだっていう人は、うん、アルボンのストリーミング やってれば、うん、多分ルクレールは確か個人でやってたはずなんで、うん、それを見ればいい、まあ、もしかすると公式のやつは個人でやってないのかな、うん、まあ、だからその公式か公式として、例えば、うん、今はじゃあピエトロ・フィッティパルディの映像を映すってやっちゃってると他は見れないから、ここの順位のところでアルボン・ルクレールってこう変わったやつだけ見えてて、早くスイッチしてっていう風になるっていう。でしかもあれってリプレイ機能もないんで、ライブで見てるとリプレイがやっぱ普通テレビだとあるじゃないですか、たとえそのリアルタイムで映してなくても何秒かしてから映って見れるんだけど、うん、やっぱそれがゲームだとないんで、なるほど、そこをもうちょっとだからプレイステーションとか PC からゲームから直でやるとそうなっちゃうんで、うん、だからせっかく F1 公式でやってるんだから、うん、そこは普段のその放送の機材使って、うん、そうそうで一回その自分たちのあれをかましとけば、うんうん、録画しといてそれをインサートするのができるわけだから、うん、あ、そうかそうか、してよっていう、それも普段の放送の時と同じ F1 のこうなんかテロップビヤーって、ね、うん、まあ、ね、そのうちやりそうじゃん、まあそれぐらいちょっとやってほしい、ね、うん、絶対誰か言うでしょ、ちょっとこれやんねみたいな、まあそれをやる人が今いればいいですけどね、うんうん、まあ今まあまあね集まれないからね、ちょっとだからまあそのテレビ中継的にも二軍感がちょっとあるんですよね、その実況してる人にしてもちょっとうんっていう感じの、まあまあ頑張ってますけど、でも普段のそのスカイスポーツとかの公式で流れてるのとはちょっと違う実況解説だから、そこも揃えてよっていう感じがしますね。だから2020だと自分のチームが作れるわけでしょ、うん、2020になったらアストンマーチンバージョンのレーシングポイント の、はいはい、あの代表でトットが出てきたみたいな、2020年だとまだレーシングポイントですけどまあそれだから F1 ライフチームで、うん、タロウォルフで、あ、タロウォルフでそういうことか、振り上げたらもう絶対パキッていっちゃう、まあ、左手構えながら右手でやる、まあそういう楽しみ方もまあ、うん、でもだんだんできるように、うん、そのレースの内容はだんだん良くなってきてるんで、うん、これゲームソフト自体もこの2021あたりからまた変わるようなことが起こるんじゃないこのまあまあそうですね、これが、ね、本物が乗った時のあれで注目度がすごく上がってて、うん、ね、ゲーム自体もすごく盛り上がってきてるんで、うん、まあ、そっちに寄せていくことも十分あるでしょう ね、うん、まあだから我々今回優勝争いとアルボンちゃんの順位予想をしましたけど、うん、ある意味あの現役6人7人出てるんで、うんうん、その中で最下位を当てるっていうのもいいかもしれないです。ああ、今回の最下位は誰みたいなね、まあ、今回の場合ノリスとジョビナッツがね途中リタイアしちゃってるんで、まあそれを除くとっていうところになりますけど、うんうん、まあでもありかなと。なるほど、そういうのもそれなんか罰ゲームとかやりゃいいよねまあそれで言うと本当にそのサッカー選手とかはなしじゃないと思いますけどね、うん、ゴルフプレイヤーとかいいですよ、まあ、イギリスとかでは多分有名だし、うん、まあ、イタリアとかでも有名だからその人目当てで見る人もいるかもしれないけど、うん、僕らが見たのってそこじゃなくてレーシングドライバーっていうか F1 ドライバーがリアルかリアルじゃないかじゃないじゃないですか、うん、ってエンターテインメントとして F1 ドライバーがレースしてるのを見たいわけですから、うんうん、大人げなくね、うん、だからそこをもうちょっとなんか理解してほしいなっていう気がしますけどね。なるほど、もうちょっとみんな F1 ドライバーも参加しようよっていう、うんうん、来訪時とか来訪時とか来訪時とか、うん、来訪時とかね、うん、でもあの銀色のところも出てないでしょ。そうですね、うん、銀色のところ高いこと言うんじゃないですか。なんか44番とかいいよ僕も出るよなんか言いそうだけど言わないんだやっぱね。44番は、うん、もしかするとグランツーリスモと契約してるからなんかあるかもしれないですよね。今もねキャップにスポンサーロゴついてるぐらいだから、僕がもしお金払う側だったら、うん、グランツーリスモ以外のレーシングゲームはやらないって公式の場ではやらないって契約書に盛り込みますけど。そうだよね。ただなんかコールオブデューティーってこうダダダダダダってやるゲームのキャラクターにはなってましたよね、うん、ああそうなんだ、まあだからそういうの好きなはずなんですよ。好きなはずだから絶対やってもらったらいいし、うんうん、ね、まあグランツーと契約してたらやっぱり難しいかな、ね、グランツーさんがどうぞって言わないと無理だよね、まあ、でもそこは結局そこで盛り上がることによってグランツーリスも盛り上がると思うんですけどね。そのハミルトン F1 公式のゲームで活躍してるハミルトンがおすすめしてるのはグランツーリスモですよって言えばグランツーリスモみんなやりたくなると思うんですけどね。確かに、もうタローノートにグランツーリスモって書いておいてください
それからハミルトンって書いとけばハミルトン出てきちゃうかもしれないですよ。ああ、なるほどね。うん、確かに確かに。うん、まあまあそんな感じで、うん、バーチャルグランプリなかなか面白いんじゃないかなと思いますので、はい、次オランダ、あ、バクーか、次、うん、次バクーですね、第4戦、はい、2週間後になると思いますが、多分またしっちゃかめっちゃかになるんじゃないですか。ねえ、まあまあでもプロの人たちがやると上手に抜けていくんだろうね。まあまあまあでもルルル選手は実写でもやってますからね。あ、バクーはね、今度こそ、うん、今度こそお願いしますっていう感じで、うん、はい、だから今頃どこまでぶつけても大丈夫かっていう練習してるんだろうね。だから、うん、あのゲームでバクーダの狭いコーナーは、うん、実写とはちょっと走り方違うんですよね。ああ、そうなんだ。なんか実写だとこう、うん、イン側に縁石が鉄板でできたこういう台形の縁石があるんで、うん、ちゃんとここをコースに沿って走んなきゃダメなんですけど、ゲームだとその縁石はほぼ関係なくて、ここの壁だけを見て、うん、ギャーって曲がっていけば大丈夫で速く走れるみたいな、縁石全く無視でないものとして走ればみたいな、うん、まあでもそれで失敗して前の壁にぶつかってましたけどね。ああ、なるほどなるほど。あそこ上手にいけないの。キューンって上がったところで必ずくるっと回っちゃう。すみません、あそこだけじゃなくて全部上手に上がってます。2コーナーなんて全開でまっすぐ行ってましたけど。そうだね、あそこはコーナーじゃないから。ストレートだと思ってる。思いっきりアクセル女からね。次のバックグラウンドが行われるまでに太郎さんはコースを覚えてくださいという動画でした。はい、ありがとうございました。